皆さんこんにちは。今回は 4.2 も終盤、 4.3 も直前に控えているということで、フリーナにより変化した環境をまとめていくことにします。ちょうどスタレの公式配信前、なぜ2週間周期でちょうど良かったのに1週間ずれにしちゃったんだって関係ない話をして進めていく。ということで、一番大きいのはヒーラーの復権だね。略術やココミは比較的評価は高めだったけど、陣や左右など、ここ最近ではそこまで使う理由のなかったキャラたちが脚光を浴びた。編成することにより、間接的にダメバフを配ってるから、だいぶヒーラーの価値が上昇したね。まあ中段体制の懸念はさすがにあるんだけど、ヒーラーをそのまま採用価値高めるには良い調整なのではないかと思います。でも、螺旋使用率とか見てると、陣が上昇はわかるけど、左右がほとんど上昇していないのはちょっと疑問だったかな。まあ、回復量やチャージを考えれば陣の方が使いやすいからかな。大部分は吹っ飛ばしてもヌビレットだとあんまり関係ないから、左右の吹っ飛ばさないっていう利点を考慮してまで編成する人は少ないのかも。今の人気的にヌビレットに合わせやすい方が使用率上がるよねって感じだね。また、ヌビレットやリオセスリなどはフリーナで編成が強くなったね。ヌビレットは1凸ならそのままダメージ増加、無凸なら4元素編成のローテーションの面倒さがなくなった。無凸の場合、火力自体はそこまで4元素編成と変わらないんだけど、ちゃんとヌビレットにバフが入るように調整が面倒かった。そこが大幅に解消されたね。そして、リオセスリは普通に自称とフリーナの組み合わせがいいね。さらに、シャルロットも追加されたので、リオセスリは新しい編成を歩み始めた。フリーナで氷砕きの運命を歩み始めた。まあ、他にもフリーナでアッパー入ったアタッカーもいるけど、やはり大きな部分はフォンテーヌキャラかなって感じだね。次は、ファントムハンター、王城の汎用性増加だね。今さら説明するほどでもないけど、ファントムハンターは、2セットで通常と銃撃アップ。4セットは、HP 増減で会心率アップで、最大3層。合計で率は 36% も増加するね。バフの継続時間は5秒だけど、フリーナだと頻繁に増減するから十分だね。あとは王城は、2セットで攻撃力アップコピペ系。4セットは HP の減少頻度で攻撃力が上がっていく効果。ハンターと違って、HP 回復では発動しないね。ただ、ショートカリネに会心率武器持たせると、ハンターだと溢れるって場合は選択肢になるでしょうか。フリーナが黄金最適解だから、基本的に一緒に集められるファントムハンターを厳選するけどね。王城も余興もだいぶ使い道は渋いけど、申し訳程度の汎用性が王城に生まれたわけだ。ショーのために厳選してた人は、使い回しやすくなるのは嬉しい人いるかも。フリーナで話題のダメバフ過剰とかを考えるなら、王城つけて属性コップとかもいいかもね。まあ、ダメバフ過剰という状態は無凸だとそうそうなさそうだけど、ある程度は段階的に上がっていくからね。そして、フォンテーヌ系の武器が全般的に使いやすくなった。代表例としては、リオセスリモチーフの監視者。こちらは、通常と銃撃ダメージをかなり高倍率で増加してくれるんだけど、HP の増減が条件にあるため、フリーナ実装前は汎用性がリオセスリくらいだった。しかし、フリーナ実装後は簡単に自称できるので、炎飛や放浪者、一応行行とかでも使いやすいね。汎用性は広がったと言っても、通常銃撃で戦うキャラは結構少ないので、だから、強めの武器数値設定なのかな。あとは、フォンテーヌ武器たちだね。単造武器、ガチャ限定の星4武器。どちらも、回復を経由する武器がほとんどなので、フリーナで、ヒーラーを採用するついでに、編成によってはめんどくさい、ヒーラー要素をクリアできます。フリーナプラスヒーラーで編成が基本だから、単造武器は回復によって、火力が上がるものがほとんどなので、かなり嬉しいね。効果再発動できれば、基本的に火力としても高いね。フリーナのついでとはいえ、使える編成幅はだいぶ増えた。単造槍だけ唯一防御系の能力だけど、ミカで使えば、チャージ回復しつつ HP をサブステで漏れるのがありがたいかな。スライム槍をつけるよりは、チャージ要求が下がるかなって感じだね。実際16回復は 75% 雷電くらいの回復量だから、金箔でも12回復なので、結構大きめの回復。一応裏からでも発動できるから、フータオでも使えんことはなさそうだけど、
この武器は将来にちょっと期待したい感じはあるね。本国のビリビリで、突破 HP だったしシュブルーズワンチャンあるのかな。ジェネリック聖風って印象。少し話を戻して。フリーナにより、何をしていても。例えば、螺旋中に宅配便が来ても。急にお腹が痛くなっても。フリーナのスキルは自動で付着するので、敵への水付着をし続けてくれます。これにより、一部の銃撃や爆発メインで、イエランや行く秋の恩恵を受けられていなかったキャラも、動作中に水付着を挟むことが可能になりました。ここにでもまあ付着はできたけど、本当に付着だけで、頻度も開花するには物足りないレベルだった。だったのだが、フリーナは火力もある程度出しつつ、付着頻度も特に敵単体なら強いので、ディシア、ティナリ、キララ、などなど、行く秋イエランからはぶられていたキャラも水付着の恩恵を得られたのはでかいね。ただ、全体的に上位のメタ編成とか言われる区分ほどではないにしろ、十分、編成パワーとしては上昇したと思います。これまでの螺旋は強引な編成がある程度必要だったけど、フリーナで、まあヒーラー要求は出てきますが、十分水付着の恩恵を受けられるようになったね。ちょっと今回の螺旋の敵の影響で、紹介できていないキャラもいるので、次回の螺旋以降でもしかしたら動画にするかも。前半はほぼ水必須、後半も雷がいないとちょっと見せづらいからね。ピックアップキャラならまだしも、マイナーキャラはさすがに強く使える環境の時に紹介したいね。激化や水2系の編成なら全然今回は問題ないけどね。ただ、旬は過ぎるので、作らない可能性もある。あとは一応探索ですかね。あやかやリオセスリ、ガイアとかだと、移動スピードが遅かったり、いちいち攻撃振ってないといけなかったり、あやかはあやかで、ギリギリ攻めると調整がいるので、ここみの話はしないように、他に何か言っておくことはあったか、ああ、ここみの話はやめておいてくれ。とりあえず、海歩きが楽になったね。ただ、実際に行かせる場所は、稲妻の生来くらいかも。意外とバリアフリーだから、人によっては恩恵少ないかもね。ただ、カイトキャラで最も快適に移動しやすいと思った。ここみの話はしないように、他に何か言っておくことはあったか、ああ、ここみの話はやめておいてくれ。あとは、トリオ漫才の方は、プレイヤーに完全追従だから、探索で、設置物が置いてけぼりになることがないね。他のは継続時間的には問題はなさそうだけど、自分に完全についてきてくれて、それなりの射程で攻撃するから、一応回復スキルも、完全ループ可能だから、探索でも使いやすいようにしてあるんだと思うね。ということで、フリーナで変化したことをまとめてみました。他にもあったらコメントで教えてくれると嬉しいです。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。